美しくなければカリスマになれない。逆に徐々になんかあんま痛みが感じなくなっていて、なんかまあ30分間ぐらいほぼ寝てたような感じで。大学生前田武明21歳。なんか仮眠みたいな。そんな気分で、なんか全然楽に終わります。自身の毛残さに悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。これは美に悩む男たちを追った記録映像である。 2,3 週間ぐらいです。1回目よりはそのすごい効果を感じる期間が長かったような気がします。前だったらもう寝入りにこうやってベーっと長時間かけて、まあ、ちゃちゃってやっていくぐらいになりました。やっぱりこの薄い部分はもうほぼないような状態になってきてるので、まだここら辺もあるんですけど、この辺もちょっと量が減ってきたかなっていう気がします。麻酔があることでリラックスして受けられるので、まあ楽しみにしています。施術を終え、現在の心境を伺うことに。なんかもっと辛いイメージが、辛いイメージじゃない、その痛いイメージがあったんですけど、やる前よりイメージが変わって楽に受けれるものに変わりました。はい、かなり気軽に受けられてます。これから就活も控えているので、まあ、それに向けてやっぱり第一印象が大事なので、そういう面でも脱毛がいい影響を及ぼしてくればいいかと思ってます。ない方がいいですね。やっぱ新卒とかだとやっぱフレッシュな方が多分いいと思うので、イメージ的に。なんか白だと余計にこの辺目立っちゃうので、そのシャツ着てやっぱりない方がいいかな。